皆さん、こんにちは。しゅーです、えー。昨日もたくさんコメントいただいてます。本当にありがとうございます。えー、昨日はねあの、ちょっと太陽電池の、ね、ものをさせていただきました。で前のコメントの方で、えーと、前のコンテンツのコメントでちょっといただいたことがあって、えーとですね、僕、SGP っていうのをステンレスゴールドプレートという形で動画の中で言ってると思います。<laughs> まあ、ゴールドの、ね、色の時計の素材を SGP ステンレスゴールドプレートというふうに言っているんですが、えー、訂正をいただきまして、成功ーゴールドプレートという呼び方なんだそうでございます。えー、ちょっと僕の間違った情報で、えっと、ずっと言ってまして、本当にすいませんでした、えー。訂正をいただいた方、本当にありがとうございました。成、え、功、ー、の裏蓋に記載があります SGP は成功ーゴールドプレート、こちらでございました。えー、大変失礼いたしました。 えっとですね、えっとね、なんだかな、えっと、んああ、そうそうそのソーラー、ソーラー電池のね、ものを、あの、 綺麗なものですねって言っていただいている方の、えっ、ー、と、モデルで、僕、ちょっとケースが大きいので、それはって言ったと思うんですけども、僕のコメントをいただいている方がねあの、ソーラー電池の時計を使ってらっしゃって、かっこいいなと思って僕も探したんですけども、あの僕の間違いで、そちらのモデルはね、あの、きちっとした、えっとね、何だったかな、V158 の 0A0、え、Z0。 っていうモデルで、3 7ミリのモデルなんだそうです。で、あの、こちらもちょっと訂正させていただいて、今の番号をちょっと出しておきますので、えぜひ参考になさってください。ソーラー電池のね、めちゃくちゃかっこいいモデルです。で、まぁ、あ、あのケースも 37mm ってことで、え私が4 2ミリぐらいって言ったと思うんですけども、間違えてございました。37mm でございました。非常にかっこいい時計です。えぜひ皆さんもご覧になってください。で、ね、 この太陽電池のことをちょっとコメントいただいてて、太陽電池、えー、電池交換不要ですよってことを成功は歌っているんだそうです。ただ、実際に電池なのでやっぱり劣化はするということで、10年ぐらい経つと交換が必要になるんですよというふうなことを書いてるんだそうで、結構ね、笑える話があるんですってこう書いていただいてました。あの、どうなんでしょうね。 あのファイヤーギーツさんとかやっぱりヴィンテージの良さっていうのは一生使える時計というふうにまあ言ってらっしゃって僕も時計はそういう感覚なんですねあのきちっとメンテナンスしてきちっといけば一生使えるっていうのがこうヴィンテージとかの魅力なんじゃないかなと今の時代みたいな使い捨てみたいな感覚ではないと思うのでまあそういうところに魅力を感じてヴィンテージの時計を集めているんですけども <laughs> まああの10年の電池の交換が必要 何にもかかわらず、あの、電池交換不要って書いてるっていうのは、もしかしたらセイコーさんはその時のそのぐらいの、まあ、スペックの時計を、ちょっとこう、使い捨てというかね、あの、まあまあ、10年ぐらいで買い替えましょうっていう感覚を少し持って、そういう風な言い方になったのかなという気もしないでもないんですけども、まあまあ、10年も動いてくれればね。 電池の交換でまた動いてくれるんだったら全然平気かなと思います。まあ、ただ太陽電池の電池は少し高いんだそうなんですけども、僕も全然、ね、調べてないんですけど、少し高いそうですけどね。まあそれでまたね、20年とか動いてくれたらもう全然ね、元は取れるって言ったら変な話ですけども、もそれはそれですごく価値あるんじゃないかなと思います。で、その方もね、あの、いろいろおすすめされてて、パーペチュアルカレンダーがあるみたいで、で、これ実は僕もちょっと調べてて、あの、電波の 時代に電波ソーラーの前世紀に電波に全く頼らずに電池だけでパーペチュアルカレンダーをしているっていうモデルがあるんですね。で、8F33-0030。まあ、ドルチェってこれ書いてるんですけど、まあ、この方もこれを持ってらっしゃるようで、僕も実はこれは調べてたんですよ。で、なんかゴールドのね、やつ F、8F33-0040 だったと思うんですけども、 そういうのもちょっと調べてたんですけども、うーん、そのパーペチュアルカレンダーってやっぱちょっと複雑時計系になるので、どうなのかなっていうのと、ちょっとね、躊躇して、それはね、まだ購入はしていません。で、今ちょっとね、レクタングラーのモデルと、えっとね、成功の、なんだったかな,な、えっとね、ごめんなさい、キャリバーわかんないですけど、オートマチックの少し古いもの、 をまあ、古いって言うのは70年代ぐらいなんですけども、っていうのをちょっと探してて、えー、そういうものにちょっとまた次行くかもしれないですね。で、今日はね、ゴンこれです。昨日僕小声でね、あの買っちゃいましたって言ってました。あの時、家内が後ろに行ってたので、あまり大きい声で言えなかったです。<laughs> 皆さんお気づきだと思いますけどね。で、こちら、セイコーの V147-0CS0 というモデル。いわゆるこのプロスペックダイバー200メーターというやつですね。 で、こちらの方、ケース情報が、えー、大きさ38.5ミ、mm、リ、えー、ケースの厚さが10.6ミ、mm、リ、ケースのラグトゥーラグが46ミ、mm、リ、キャリバーは V-147、こちらの、えっと、太陽電池を積んでございます。これね、僕、昨日のやつ、あの、これ、あ、ちょっと、ちょっと近いね。これね、僕ね、どうしてもちょっとね、ブレスレットが気に食わなかったんですよ。 大きさもちょっと微妙に合わないし、あれ、あのマイクロアジャスターが2つついてるんですけども、どうしてもピタッと来なくって、それが気持ち悪かったのと、なんとなくこのブレスレットの安さ安っぽい感じがね、すごく気になって、うーんって思ったので、この、まあこれをって言ったんですけど、ちょっと昨日の夜にね、レザーストラップに変えてみました。どうですかこれにするとね、まあ、ちょっとかっこよくなったなと。で、手文字の、 成功のこのバックル、純正のバックルがあったので、それと、こういう裏肝のグレーのね、ストラップに変えてみました。するとね、こうクッとこう表情が変わりまして、なんかちょっと高級感が出たりとかしてね、ちょっと気に入ってきています。なのでこれはね、ちょっとつけていこうと思っています。こんな感じですね。どうですかちょっと良くなったでしょなんかちょっと変な安っぽさが消えたような気がするのでね、 これでちょっと楽しんでいこうかなと思っています。で、今日はこれ。ジャンと、どうですか。あのー、これ38.5という大きさなんですね。で、最近僕も本当に35とか、下手くれたら32とかね、に慣れてて、どうなのかなってちょっと思ったんですけど、あのー、このダイバーが37.5、まあ38ぐらいなんですね。で、僕、全然 OK だったので、 まあちょっとダイバーは少しやっぱり大きいじゃないですか。で、42はね、やっぱどうしても僕はもう,もう今ちょっとなかなかこう拒否反応を示すので、このぐらいの大きさだったらチャレンジできるかなと思って、でまあ太陽電池、で200メーター防水、当然まあもう現行モデルになってくるので、まあガンガン本当に水に潜ろうが何しようが全然 OK と。まあ雨に濡れよう、今日、今日、こっち土砂降りなんですけども、雨濡れようがもう犬の散歩でね、 よだれがつこうが何しようがもう全然 OK と思ってるので、ちょっと用意しました。あのね、えっ、ー、と、<laughs> かっこいいですね、これね <laughs>。思ったより、あの、しっかりしていまして、あの、これ、手が多分5万5千円ぐらいなんでしょう。これ、当然、新品で来ています。で、あの、まあ、裏にね、シールが貼ってて、箱にも入ってたんですけども、まあ、今ちょっと箱から出しちゃいま、出しましたけど、これ、新品なんですね。 で、もう少し僕安く買えてるんですけども、こんな感じのやつですね。あの、思ったよりね、付けやすい腕のりがすごく良くて、ちょっとびっくりしています。で、当然あの、4G1 のクラウンのものもね、今のモデルでもあると思うんですけど、こちらの方が普通にこの 3G1 のクラウン。で、当然スクリューバック、スクリューなんですね。練、ね、り込み式リューズと。こことかにあったらもっとかっこよかっただろうなぁとか、ちょっとこう贅沢を言ってるんですけど、 で、ちょっと見ていきましょうか。まあ、ケースはね、こういう。ヘアラインで、エッジがポリッシュ。で、サイドもヘアライン。で、裏の方は全部こういうポリッシュで、スクリューバックになっていると。で、まあ、ここ、ダイバーズウォッチ200メーター、ステンレス、スティール、サファイアクリスタルというふうに書いてますね。で、この X の369049、こちらシリアル番号が入ってまして、えー、こちらに、 V1470CS0 って書いてますね。こういう感じのモデルですね。で、オリジナルのストラップ。まあ当然新品なんでそうなんですけども、こういう形の、なんかちょっとごめんなさいね、毛がついてるんだけど、まあこういう感じのね、あの、このシャーク、これ何でしたっけうん、シャークでいいのかななんかそんなやつがね、入ってる、聖さんのストラップで、 バックルがこういうやつで、この裏に、ここにセイコー音に入ってまして、ちょっとこういう金属の、うん、これ何て言うんですかねこ、こういうふうにベルトをこう入れるところですよね、っていうのがついていると思デルでで、こちらね、ブロンズっぽい色の、えっと、ピンクゴールドプレートって書いてたかな。ちょっとこうブロンズっぽい色もあるみたいで、あれも結構かっこいいなと思うんですけども、 今回はちょっとこちらにしました。もしかしたらあちらのモデルもちょっと手に入れてみようかなと思いますけども、あの、今回はちょっと普通のこういうシルバーの色にさせていただきました。で、僕の持っているこちら、150メーターダイバーとこうやって比べると、多少やっぱちょっとこっちの方がね、大きいんですけども、そんな、まあ、まあまあ、 似てる感じかなと。でも、クラウンの感じは僕、こっちがやっぱりかっこいいなと思いますね。この、なんて言うんでしょうね、このごついやつ。これちょっとこう、おしゃれなクラウンじゃないですか。なので、僕、こっちの、こう、武骨な感じのごつい方がかっこいいなと思ったりするんですけどね。こんな感じで、まあ、こちら200メーター、こちら150メーター、こちらの方に関しては、まあ、ガンガン今から潜るってことはね、まあ、なかなかちょっと厳しいかなとは思いますけど、こちらの方は健康なので、がっつりいけるかなと。 で、裏は、こういう感じ。この辺のマークとかもね、まあ、一緒ですよね。ちょっとけど、多分ね、昔のやつの方が彫り込みが深いような感じがちょっとします。えー、こちらの方が彫り込みが浅いような気がしますね。立体感こちらの昔の方があるようなイメージです。 でもまあ、ほぼほぼね、感じ、イメージのね、こういう,こうスクリューの感じとかは一緒かなという感じですね。まあ、ここのクラウンの感じ、僕めちゃくちゃかっこいいと思ってるので、これちょっとね、もうちょっとご薄いクラウンにしてもらったら、なんかこういうね、武骨な感じの方がかっこいいんじゃないかなと思ったりもするんですけどね、まあ。その辺はまあ、いろいろあるでしょうね。よいしょ、こんな感じ。こんな感じですね。でもまあ、色とかはね、似てますね。ただね、 少し残念というか、僕、こっちのね、ベゼルの動きの方が全然いいですね、これ。えー、こっちやっていきます。で、こちらの方は、えー、こういうふうに、どちらにも回るというベゼルなんですね。でも、こちらの方は、逆回転防止ベゼルになってるんですけども、めちゃくちゃ軽いんですよ。なら、チリチリチリってね。 で少しニュッニュッっていう感じのバックプレイがありますね、これは。こういう非常にちょっとこう、なんていうのかな。うーん、しっかりできてないような感じはちょっとありますね、これはね。まあまあ、きちっとね、あってはあるんですけども、このベゼルの動きに関しては、僕は昔のこちらの方が断然いいと思います。バックプレイ全くないし、このガチガチ。 っていう感じね。よし、今から潜るぞと。スタート。いう感じですよね。なんかこのガチガチ感は、しっかり動かさないと動かないんですけども、実際この個体で、えー、ベゼルの動きがすごく鈍くなってるとか、ベゼルが動かないっていうものも、中古市場では非常にたくさんありますよね。なので、僕のはすごくきれいに動いてくれてるので、この感覚すごく好きで、こちらの感覚に関しては、ベゼルの感覚は僕はあまり良くないと思います。こういう。 すごく軽いんですよね。で、すごくこう、ニュッ、っとこういうふうに動くというかね、感じて、この辺は少し、うーん、作りが甘いなということは否めないと思います。で、ベゼルのここの彫り込みなんですけども、こういう感じですよね。こういう感じ。悪くないんですよ。 とっても、あの、いい感じにしっかりしたグリップ力があるので、グリップできるので、回しやすいですし、当然ベゼルもすごく動きが軽いので、このぐらいで十分だと思うんですよ。で、しっかりエッジも立ってるので、悪いとか全然そんなことないんですけどね。僕ね、やっぱこれすごいと思ってるので、これ。これすごくないですかもうあの、こうゴツゴツしててね。よくぞこんなに削ったなと。 しかもこの真ん中にもラインが入ってて、このもう何とも言えないこの武骨な感じのこのベゼル。これやっぱかっこいいじゃないですか、このベゼルって。で、僕はあの腕時計って男性がつけれる唯一ではないけども、一番大きな効果を表すアクセサリーだと思ってるんですね。で、あの、やっぱり男の道具として、 ダイバーズボッツってやっぱりこうね、例えば日焼けしてた上に T シャツとかでガッとつけてるとかっこいいじゃないですか。なので、そういう意味でつける時計として、この、この武骨な感じ、ゴツゴツした感じっていうんですかね、で、ここもなんかこのもう、むき出しだぜみたいなところは、やっぱかっこいいんですよね、この昔の150ダイバーって、めちゃくちゃかっこいいと思います。 これね、色があるので、これはちょっと色をね、僕は探したいなと思ってて、今オレンジ白見つかってます。これまあちょっとけど安くないんですね、このシリーズって。まあまあやっぱり人気があるので、あのー、ちょっとね、その辺は頑張っていこうと思ってるんですけども、このベゼルの感じはやっぱ最高なんですよね。で、こちらの方が悪いんじゃないけど、もうちょっとまあ都会的なイメージで作ったダイバーズっていうんでしょうかね。 いう感じで逆にこっちに僕のレザーストラップをつけちゃってるんですね。なんですけど、まあ、僕らあのラバーストラップも持ってますので、ラバーストラップにすぐ変えることはできますけども、こっちはね、もうちょっと武骨であってほしいなと思いますね。ただ、そう思うと、他のシリーズとかでがっつりね、あのツナ缶みたいな、ね、やつとかもあるし、そっちを選ぶべきなのかもしれないですね。もう少し簡単に、えっと、ダイビングもできるし、 で日常使いもスタイリッシュに決まりますよっていう感じなんだと思うんですけどね。あの、思ったより非常にいい、かっこいいなと思えるモデルが来たので、これはね、僕、あの汗かく季節になってきているのであの、ガンガン使っていこうかなと思っています。で、このストラップ、レザ、ラザ、えー、ラバーストラップ、非常にしなやかですね。めちゃくちゃ柔らかいラバーストラップがついていまして、非常にしなやかでございました。 こういう感じ。僕なんかあの動物たくさん飼ってるので、もう部屋中どこを掃除しても、必ず毛が出てくるんですけど、こう、モケモケっとこの辺にこう、ちょっとつく感じのラバーストラップってわかりますここにする。わかりますかねこ,こういう感じになるんですよ。ここにね、ちょっとこう、なんかこうなんかつくみたいなラバーストラップなんですけど、まあまあ、動物飼ってるか仕方ないっすよみたいなノリなんですけどね。で、あの、心の位置ね。僕いっそ迷,迷って、 ま、当然僕はあの、スキンダイビングとかするので、そういう時にウェットを着てたりとかすると、スキンダイビングウェットはあんまり着ないんですけど、あの、ダイビングとかする時にね、ウェット着たりすると、ウェットからするとこういう長さってどうしても必要なので、その時にいいんですけど、街で着ける時にこれをね、こっちに持ってくると、ここの収まりがいいじゃないですか、このぴょぴょんってなってるのが。でもなんかここが浮く感じがして気持ち悪いんですよね。でも、 じゃあ、もうちょっと寄せて、ここの浮きをなくそうとすると、ビヨンビヨンってなるんですよ、こうやって。ぺヨンって。これがね、僕ね、まん、あ、まあ気になるんですよ。ダイバーズウォッチだから仕方ないよっていうとこなんですよ、当然。当然そうなんですよ。あの、ダイバーズウォッチであのウエットを着たりすると、ここがやっぱりグッとでかくなるので、当然普通の長さでは絶対足りないんですね。なので、当然こういう太さで、こういう風な、 えっと長さが必要になるので当然こういう長さ余ることが絶対なんですけどもこれをねレザーストラップに変えたのは普段使いするのにその余りがちょっとやっぱ気になって変えたんですよでもやっぱダイバーズウォッチってレザーストラップじゃねえかなーってもうちょっと思ってて今あのもう一回ねラバーストラップに戻そうかなーとかも思ってるんですけどねラバーストラップどこにあたかちょっと忘れよういやる えっとね、これか。僕のつけているラバーストラップ、これ、成功の純正のもの、もうこれについたもの、を元々本当に純正のものが付いてたんですけど、ゴムがやっぱりちょっと硬化をか始めてて、かかったので、変えていまして、こういう、えー、よいしょ、成功のね、19mm のこういうものを買ってるんですね。なので、ここにもこういうマークが入っててね、で、まあ、こんな感じになるんですよね。かっこいいんですよ、これ。うん でも、なんかちょっと長すぎるのがちょっと微妙に気になったので、ちょっとこの前仕事行くときに一旦変えたんですよ。うんなので、レザーストラップでショートがちょっと乗ってると思うんですけど、これはね、そんなめちゃくちゃ長くないんじゃないか。一緒かなのこれちょっと長さやってみましょうか。どうなんだろう。え、どっちのが長いあ、そうですね。やっぱりこの、こう比べると、この僕の持ってるやつの方がちょっと長いですね。で、この上に関して、 上の方に関してもやっぱ少し長いんですよ。なので、こちらの方はこういうエクステンションが入っている、こ伸びるエクステンションが入っているので、どちらかというと、かなり本格的な海で使用するタイプのストラップ、ラバーストラップ。でこちらの方はちょっと洗練された街なんかでも結構スタイリッシュにつけれるタイプのレラ,、えー、とラバーストラップになっているという感覚ですかね。でもこれはあのー これね、けど、あの、中古とかでも売ってるじゃないですか。昨日ちょっと調べたんですけども。でも3万円ぐらいしますよね。あまり安くないですね。まあ、今の現行モデルってこともあるんでしょうし、まあ、状態のいいものが多いっていうのもあるとは思うんですけども、そんなにめちゃくちゃ安いモデルではないですよね。でも、こうするとね、ちょっと今日なんかちょっと、ごめんなさいね。電気がね、うまくいかないんですけど、こんな感じですね。どうですかいいですよ。 うん、あのー、これからまあね、5月の連休とか始まるじゃないですか。で、あのー、お子様いらっしゃる方とか、例えばお子様いらっしゃると奥様いらっしゃるとか、もしくは単身である方でもそうだと思うんですけども、えー、ちょっとアウトドアとかでね、外に行かれるときとかに、ガンとこう男らしいこういうね、時計をつけていただくと、僕はもうめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。あの、TPO に合わせて、例えばスーツ着たときは、ガシッとドレスウォッチ。でも えー、そのドレスウォッチをいつもつけてる、例えばこう男性の上司である方とかがね、たまたま車、えー、内でバーベキュー、まあ、今、車内でバーベキューってことはあんまりしないのかもしれないですけども、そういう時に、えー、カジュアルな服装にはちょっと全然違う、こういうゴツっとしたね、ダイバーツウォッチをつけてる、かっこいいと思いますね。あ、なんかあの男性ちゃんと TPO に合わせていろいろ考えてるんだな、みたいなね、もうかっこいいと思うんで、この辺の成功はね、 あの信用性も当然高いですソーラー電池ですしね、ぜひ皆さんにも見ていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じ。で、えー、っと、た、まあ、多分今日だと思うんですけど、えー、もう一度、あのー、えー、っと、どれ、えー、ごめんなさい。よいしょ。これですね。これの、えー、っと青バージョン、シルバーウェーブの青を、えー、コンテンツに載せさせていただけると思います。 で僕ちょっとね今週明日からめちゃくちゃ忙しいのでちょっと数日間コンテンツが上げることができないかもしれませんけども、えー、できる限りねあのさやがないようにきちっとコンテンツ上げてまいりますのでまたよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします非常に嬉しく思ってございますでコメントは必ずお答えしてまいりますのでまた皆様からのコメントもお待ちしております今日はこちら成功のプロスペックダイバー200 このソーラーパワーのこちらの成功ダイバーズを皆さんと一緒に見させていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次のコンテンツでお会いしたいと思います。さようなら。